が来ても、本の中の物語のように説明や解説が必要なら、あの、私が来てもよかったん。やっ先生、一緒にグラフィティ描きに行かない？ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。美食研究会のあかりです。これから一緒に美味しいものを食べに行きましょうか。本の中の物語のように、私たちの物語が始まります。怪我をされた方はいらっしゃいますか？ゲヘナ学園給食部、本の中の物語のよう。美食研究会へようこそ。究極の味を求めて共に冒険に出かけましょうか。最高のご奉仕をお約束し、ご主人様へのご挨拶といたします。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。怪我をされた方はいらっしゃいますか？説明や解説が必要なら。自警団任務の延長ですね。
勇者よ、光があなたと共にあらんことを。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。ミレニアムの力を先生に見せてあげる。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。最高のご報酬をお約束し、ご主人様へのご挨拶といたします。小さいからって舐めないで、将来性はものすごいんだから。本の中の物語のように。自警団任務の延長ですね。ミレニアム学園、奥空あやねです。ただいまより先生の支援を。空育支援部梅花園の教官シュンです。うちの子たちをよろしくお願いいたしますね。小さいからって舐めないで、将来性はものすごいんだから。私が来てもよかったんでしょうか。邪魔だと思いましたら、いつでもおっしゃってください。私がこれからすっごく面白いもの。別に協力するつもりは。試練が怖いとき、本の中の物語のよ。美食研究会のあかりです。ご主人様と一緒に。レッドウィンター連邦学園、初期中のお出ましだ。光栄に思うがいいカムラッパ。正義実現委員会、羽川はすみ、先生の指示をお待ちしております。
ご主人様と一緒に楽しい一日を始めちゃおう。ゲヘナ学園給食部のジュリと言います。お腹が空いたらいつでも私に言ってくださいね。もともと私の主はミレニアムそのものだけど、今日だけは先生がご主人様だ。何かやってほしいことある？